パステルアートのミキです。パステルアートでは何種類かの消しゴムを使っていきます。練り消しゴムってご存知ですか？今日はパステルアートで使う練り消しについて使い方の説明をしていきます。練り消しはこんな袋に入って売られています。開けてみると、セロハンのようなビニールに包まれています。これを剥がしていきます。一度に全部使うのではなく、その時に必要な量だけ使っていきます。だいたいこれの半分から3分の1を使っていきます。なので今日はここを縦に割って、この1本分だけを使っていきます。結構粘りのある消しゴムです。使わない分はセロハンに包み直して袋に入れて取っておきましょう。こちらの使う方の練り消しは今とても硬い状態です。少し手で温めながら柔らかくしていきます。伸ばしたり丸めたりを繰り返していきます。最初はとても硬いですが、やっているうちにだんだん柔らかくなってきます。飴細工のように柔らかくなったらいいと思います。最初はちょっと硬いので力がいります。こんな感じでだんだん伸びてきます。そろそろいい感じになってきました。柔らかくなってきましたので、あとは手のひらでよく丸めます。その後は自分が使いたい形に合わせて変えて、形を変えていきます。細くしたいときはこのように細長くして、この先を使っていきます。太くしたいときはまた丸め直して、こんな感じで太いままで使っていくこともできます。練り消しは使っているとパステルの粉がついてしまうので、一箇所にパステルの粉がつくとそこがもう使えなくなってしまいます。その時はまたこう伸ばしてパステルの色がついてしまったところを内側にして、新しい面を出してまた新しいところを使っていくとずっと使えます。使っていくとパステルの色が中に入っていくので、この白ではなくだんだん黒い色になっていきます。それでも汚れることがなくちゃんとパステルを取ってくれます。一度買うと長く使えるので、最初にきちっとしたものを買っておくといいと思います。100均などにも香りのついたものとかありますので、最初はお試しで買ってもいいと思いますが、そんなに高くありません。最初からデッサン用の練り消しを買うことをお勧めいたします。練り消しゴムの使い始め、分かりましたでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。